今、神戸の神谷谷って新しくできた快活クラブの方にちょっと一泊してます。それで明日は淡路島の方に向かいたいと思います。快活の裏の方ですね、駐車場ですね。いろいろ住宅地になってる模様ですね。ここは新しくなんかできたところだと思います。92番、97番、ここですね。はい、はい、開けました。おお、はい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 、ここです。今日の宿はここです。快活神戸、長谷店、新しくできたばっかりの子です。